吉田正尚、チームに守備を見限られる。吉田正尚今季は DH 大幅増向ら監督、最も多く DH として打席に立つ。打つ方で認められてるならまあええやろ。楽できていいじゃん。DH 枠埋めれるほど打てるん？打撃のみに限って言えばチーム内でも5本の指に入るくらい評価されてる守備がガバガバすぎて酷評されてたけど DH なら欠点がなくなるしベストだと思う。もともとワンツールプレイヤーなんだから見限るもクソもないよね。これは3割30本打たないとボストン県民は許さないだろうな。なんたってレジェンドオルティーズのポジションやもん。オルティーズも言うほど3割30本は打ってないやろ。オルティーズも半分は許されんのかわら。オルティス見てた連中からしたら超劣化個体で悲しむだろ。なお走塁明らかに守備足引っ張ってるからな。 DH のが WAR 上がるか。日本の野球ファンは最初からわかってたよな。逆に考えろ、ほとんど高校生レベルの選手が打撃だけメジャー級だったから掴んだドリームなんだと。年も食ってるのに鈴木誠也と同じぐらいの契約なのが意味わからん。契約は運やな。最高に運があった野手が吉田、最低な運だったのが青木ってだけ。まあしゃあない。 DH だと JD ですらジャーニーマンになりかけてるのは時代だよな。 DH でやらせてもらえるならそれはそれですごいわ。なんか吉田って若手の頃から投げ方と走り方が変なんだよな。カッスの走り方に似てる。シャカシャカ走りなん。レッドソックスに入ったのが間違い。ただでさえ下手なのにあの特殊なフェンスで余計に守りづらくなってるし。でもなぜか一番吉田評価してたのレッドソックスやし。むしろゴミ範囲でもなあなあのフェン直処理してれば指標マシになるはずなんやけどな。契約が大きいから使わざるを得ない。メジャーで一番守備が簡単なフェンウェイのレフトですら務まらないんじゃどうしようもないな。そんなダメなんか。と鈴木誠也なんだよな。守備と強打は期待できないのなんて NPB の指標見ればわかりそうなものなのに、ボラスはどんなマジック使ったのか。あの額はボラスがぼったくったんじゃなくてレッドソックス側から提示したんだぞ。長引かせるボラスが速攻決めろと言ったくらいの契約なんだよな。ボストンが頭おかしい。スカウト、楽天パークの観覧車から見たら守備もいける感じがしたこうやぞ。マジでドタドタ守備やしな。よりによってボストンってのがまずい。ファンが凶暴すぎるわ。打撃センスが天性のものなら守備も天性だからな。しゃあない DH もらえるだけラッキーやろ。というか単に使わざるを得ないだけやないんか。